パシフィックウエスタン航空314便着陸失敗事故は1978年2月11日にクランブルックカナディアンロッキーズ国際空港でパシフィックウエスタン航空314便が着陸に失敗した事故乗員乗客49人のうち42人が死亡した314便はウッドバッファローからエドモントンとカルガリーを経由し次の経由地である クランブルック、カナディアンロッキーズ国際空港へ着陸したが、除雪車を避けるために着陸復興を試みた。衝突は回避できたものの、着陸の際にスラストリバーサーを作動させていたため、高度を維持できずに墜落した。カルガリーの航空管制は314便のクランブルック到着予定時刻を間違えて、除雪作業者に伝えており、パイロットもビーコン通過を報告していなかった。 調査はカナダ運輸省の航空安全調査部が行い、航空事故審査委員会の監査を受けた。クランブルックは無関西空港だった。事故当時、雪が降っており、視界がおよそ3、4マイルであった。除雪作業者は314便の到着予定時刻が 2000Z であると通達されていた。314便は 1955Z に、 滑走路の端から約800フィートの場所に着陸し、スラストリバーサーを作動させたが、除雪車はまだ滑走路から退去していなかった。パイロットは除雪車を見つけすぐに着陸復興を試み、高度50から70フィートで除雪車への衝突を回避した。機体は300から400フィートまで上昇したが、左に傾き始め、墜落した。墜落時には、 左スラストリバーサーは完全に展開されていたが、右スラストリバーサーはほぼ展開していなかった。左エンジンはほぼアイドルで、右エンジンは離陸水力にあり、ラダーとエルロンが右いっぱいに切られており、ギアは降りておりフラップは20度であった。314便はフラップ40度で着地後、復興のために15度まで格納しようとしていた。ボーイングのシミュレーションによれば、 エンジン1機がアイドルリバース状態でもう1機がフル出力、ギアを格納し、フラップが15度であれば、機体は制御可能である。フラップ25度、ギアダウン、スラストリバーサー1機を展開した場合、効果率は126ノットで50フィート、フンとなる。毎秒0.1ノットずつ減速すれば、効果を止めることができる。フラップ40では、 試したどの構成においても、一定の速度で水平飛行を維持するには、不十分な水力しかないが、スラストリバーサー一機展開、126ノット、ギアダウンでは、毎秒0.85ノットずつ減速することにより、効果を止めることができる。また、左、スラストリバーサードアが展開していなければ、復興に成功しただろうと述べた。ボーイング737は、 飛行中にスラストリバーサーシステムの電源が切られるように設計されている。ボーイング737のマニュアルにはスラストリバーサーが展開した後に復興を試みるべきではないと述べられていた。副操縦士は左エンジンスラストリバーサルオーバーライドスイッチを操作しようと試みた。これはスラストリバーサーを飛行中に格納することを可能にするための操作だった。 ありがとうございます。